長源寺は、福井県小浜市にある日蓮宗の寺院。三号は、甲島山。海山は安住院美源。六条門流に属し大本山本国寺の旧末寺で、ある。電子放園。愛知県長万寺、兵庫県長恩寺と共に、六条門流山頂の一寺。長源寺十九世美順の線とされる縁起によれば、悲源は、余生は未生であるが、越後神原の人で、 本学寺悲前の門人である。日元19歳の折、上落の途中を乳村を通りかかったところ、ただし守るび国という人に会い、この消えを受けて、攻略2年の千世さんの下に長源寺を改装した。後に後世一村の時、大英2年守護武田元光が、後世山に城を築くにあたって、長源寺を、オバマの向こう島に移したという。以来若狭地方の本山として、 信仰を集め、若狭国主代々の祈祷書として手厚い保護を受けた。京国氏武田氏木下都市かつ、堺四閣氏の書状が残っており、弥勒菩薩画像も、時宝として残されている。また、近世初期日蓮州の代表的説教者である、霊衆院美神は当山に13世として新山し、12年間に、渡って、諸国を布教した。最盛期には、 二十七の相棒末寺と、祖師堂、万神堂、岸も神堂、清正行道等があったが、現在は、三門、山内の二課寺、岸も神堂、祖師堂を残すのみである。かつて二王門に安置されていた伝運計作の二王像は、京都佐賀野の常弱光寺へ移され現存する。弥勒菩薩像日蓮衆は、昭和十六年に本末を解体したため、現在では、 九本山、九松寺と呼び習わしている。福井県小浜市小浜境八。ありがとうござい。ま